この前のペナルティーを行使する。僕とデートしろ。まったく何を企んでいるのやら。というか、こうしてデートすること自体ルールに抵触する気もするんだけど。すまん、ちょっと遅れた。イリド・ミズトよね。私の義弟の。イリド・ミズトだ。君の義弟の。結構並んでいるな。そうね。まあでもそんなにかからないんじゃない。すごくカップルっぽい。この男どうしてこんなところに。デートでもあるまいし。いや、デートなんだっけ。やばい、何この知的系かつ訳あり傾向性ね。やばい、私の妄想が具現化しちゃった。仲のいい二人だね。おい、あんま見るなよ。大丈夫、仲は良くないけど、もっと見て。理屈はわかる。南さんのことを話せない以上、この女に事情は説明できないってことだ。いいかイリド、俺だけは怠るな。女子の服は必ず褒めろ。必ずだ。慣れないことをさせられているせいだ。つまり川波のせいだ。今日は随分と可愛いな。ミスった。いつもの調子でつい言葉選びが。これはまずい。ありがとう。は？おい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 、それが仮にも彼氏がいたことのある女の反応かよ。まるで初恋中の中学生だぞ。お魚さん、ぶつからなかったか。顔近い、いい匂いする。ああ、もう何なの今日のこの男は。すごい紳士、優しい。一挙手一投足が私のツボを刺激する。いつまで肩を抱いてるつもり。悪い。水槽を眺めていたら横顔を睨まれ、他の客にぶつかりそうなところを助けてみれば力の入った目で睨まれる。そして今も睨まれている。デートって難しい。敬意はどうあれ、僕が言い出したことだ。勝手にデートを打ち切るような真似はすまい。だが恋人でもない奴のためになんで僕がここまで苦労しなきゃならない。そういうわけで認めがたいことに迷子である。なんで私はこうなるの。もしもし。君どこにいるんだ。空の下。ごめんなさい、絶対嫌味の雨が降る。いや、君が悪いわけじゃない。注意しなかったらかった。君は動かなくていい、そこで待って。変、そういうのじゃない。え、今日のあいつはすごくいい感じだった。かっこよくて紳士的で優しかった。嫌味の雨よりずっといい。皮肉の嵐よりずっといい。いつもの鬱陶しくて忌々しいいがみ合いより何億倍も心地いい。なのに私一体何がしたいんだろう。こんな風にまた迷惑までかけて。お迎えに上がりました、お嬢様。方向感覚をご修理された方がよろしいのでは。何それ、あなたってほんと信じられないセンスね。なんだと貴様。よし、わかった。ビブリオバトルで勝負。不連続殺人事件。クズの大名行列だろうが。大体死ぬからいいの。ほほう、じゃあ何か。君はクズは死んだら治るとでも言うのか。楽しそう。なるほど、納得だ。付き合っているくせに仲が悪いのよりはよっぽど上等だ。じゃあ先に帰ってるわ。ああ。別々に帰って、それで水族館デートは終わり。